バレちゃったね。あ、そうだよ。頼むよ。今日はね。あ、お腹空いた。焼肉。これなんで開いてるの？え？あ、これ荷物入れる。あ、いいよ、大丈夫です。座る考えなんだよ。今日6時半までの席ということで。今何時？今は4時46分です。4時46分。生ビール美味しいやつ。美味しいやつ。今日で一番。今日一番美味しいやつ。今日一番美味しいやつ。任せてください。頼むよ。はい。2つで。2つ。一応大丈夫でしますけど。大丈夫。大丈夫で貸してもらえます。大丈夫金2つ。うん。うん。まあ、ラッキングベルトを order ね。その責任そう、samahan niyo ako mga konnichiwa people dahil ako ay kakain ng yakiniku. So, happy life lang tayo dyan. Yan, ang style ng mga kakainin namin pagkain. So, samahan niyo ako mga konnichiwa people, dyan lang kayo. Diyan lang kayo. At kakain ng yakin. Samahan niyo. Okay. Mari は辛み食べれる。辛み。ホルモンだね。どれば？カルビ。いいね、単品で。こういうの。オッケー。カルビと辛みと。マリは。どうぞ。じゃあさ、和牛カルビ。裏メニューで、ね、スロースケ上カルビとスロースケ上ハラミと、あとアスミリタを切り落としてるわけです。値段は？ホテルバナココの商品と、マヒニカシー。これでカルビです。これとね、あとね、幻のカルビ。はい。あと、上味の。あと、ホルモンと。はい。ホルモンお好きでしたら双子盛りで盛り合わせもありますね。ホルモンの盛り合わせがよろしいですか。じゃあね、ホルモンの盛り合わせだったら、はい、あるいは、はい、オッケー、しましょう。はい、私のハラミも双子盛りの中に入ってます。じゃあやめてください。ゾーンは後で、あれあるから、まず食べてからしよう。あ、腹減った。キムチと野菜はいいですか？キムチ食べる？キムチ、うん、キムチ、キムチと前菜どれ？絵はこれです。キムチサラダ、ま、あの先にお肉持ってきてもらおうか。うん、それ、うん、落ちて。よし、お疲れ様で。あ
違うなんか聞かれされてたのだってあー違うって何わきいいのわきものだよいいの、はいはい、わきものだよ それもちょっとわきもの男ダメのやジョーハッピーライフお疲れ様ですKonnichiwa people, me, I'm lucky. Ikiteru tanoshi. Ikiteru tanoshi. So, dyan lang kayo mga konnichiwa people at manood kayo ng mga kakainin. これはエプロン汚れないこれ入れた方がいいよ白いだからこれだっていいんだもん高いのベイビー赤ちゃん赤ちゃんタイプだからエプロン OK ねブロガーだからねえ、大きくなってるよ昨日さ、マリア病院行く日だったんだぞ昨日はね、いたんだけど1時半、それで迫ってるんだよそれでね、飽きるのは3時半からで、1時半から迫ってる3時半からねそれでね、家に戻ってベッドに行っていろいろ Facebook とか YouTube で見たら寝ちゃったので起きたら7時バカだねそれでまた行くと思ってカード見たら6時半まで卵卵 OK? 卵ダメだ聞いてるだけ僕何も聞くりょうたが一番こだわってりょうたこうやってまずさあなんで住みたいのん住みたいの絶対いるしなっちゃんにも会って彼女と会った時にしましょうこの子も結婚といてマリさねえいつやるの、はい、いつやるのあれ来た来た来たのかいないつ木曜日いや俺に自慢してたよかったな木曜日あ火曜日あったじゃん公園で あれの時休みじゃんで木曜日の時ごめんな俺誰に言うえどうしたのだって無理に誘ったろはい大丈夫です聞きたいのは何時までいたのお前の座右の銘やんは俺はあの川沿いで10時とか10時ぐらいまで飲んでたんだけどその後に横浜まで歩いたんなんであの地震の時に実際のその歩いたこと歩くことになるんでしょあれから大きい地震が来るから俺の見たその時は電車がみんな止まらないので、はいはいはい。その時人生なかったよ。これから。その時？いやいや。これから未来。必ず大きい地震が来るじゃない。そしたらマリはあの10年前の大きい地震の時に見た。電車で電車走ってなかった。自転車で走ってると見てるそれでこんなになってるのそれで止まったらみんな駅の近く電車走るじゃんこんなになってる電車でみんなカッ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 止まったのいきなり線路が電車でみんな外に出てすごかったよ1分以上ぐらい止まらないビールこんな感じにその時どこにいてる？これは東京大手町で高層ビル。いただきます。運転？
ビルの中で。中階？先月にいた時は8階？だけど、向かいのビルは40階。こう、4のになったら。じゃあその時どうしたの？8階にいる目が降りたの？いやいや、動けないんで。電車がみんな止まっちゃったでしょ。書いたんで。夜、降りても危ない。あのガラスが出てくるから。なんかそれはほんまに向こうのも大事だから。俺が夜の11時かな、12時ぐらいに。みんな電車、バスもタクシーもない。でも電車がやっとね、動いたの。肝臓毛線が動いちゃったけど、その時にみんな車を使った人は動かなくなっちゃったので、車はダメだったのでね。で、調整したその時に思ったの、みんな思ったのが、東京で働いてる人が横浜とか埼玉に帰るのに歩かなきゃいけないの、家族がいるから。それで今回歩いた。10時間かかったんだ。だから、ジャスティン、一緒に遊んでたじゃん。疲れたじゃん。楽しかったんだよね。10時間かかって朝家に帰った。歩いてきたの？歩いた。何時間かかった？10時間。そういうのも喜んでくれるかなって思ってた。嘘でしょ。嘘？本当だよ。よく歩けるね。何、電車乗ってばいいじゃん。近くからで歩いて。だから痩せたね。だって10時間歩くは何キロぐらい痩せるじゃん。落ちるしだけ。あ、それからだ。前からしてる。見たことないけど。前からしてるとか言う。見たことないけど。面白いねこれね。お前がさ。マリーさ、酔っ払う前に話をちゃんと聞いてほしいんだけど、NSS の電話まだ来る？まあまあね。このまま来なきゃいいんだけど、でもね、来るよ。これから。これね、今日マリア知ってるかな、消費者庁って消費生活センターっていう。でもこう出てるよ。みんな守ってくれる。いや俺が6人と話してたから。今回スマートフォンやってる斉藤さんっていう人が。うん、それは消費者とか、そしたらね、法人というか、個人の、マジは、ね、個人の犯行したつもりなんだけど、お店のと向こうの会社の契約なんだって、もしマリーが個人の家のパソコンとか、個人でやるんだったら、消費者センターは、全面的に協力するんだけど、今回の場合は、マリさんのお店と NSS って会社の契約になっちゃったから、消費者センターも支出できないんだって。だったらどうしたらいいっていう話をしてて、
結論から言うと、港区でも品川区でもいいんだけど、とにかく品川区に住んでるから品川区を予約でしょ、もしくは大阪の港区が品川区予約でしょの法律相談窓口があるの無料、それは俺らのプライドもあるそこに出してもしたい話しておりて、こういう申し込み書があるじゃない、紙をみんな持ってきてもらうので、あまりにも悪質なんで、先っぽに行ったら分かってるので、このストライクゾーンじゃないけど、ストライクゾーンに入って、連絡してもらうとか、できるかどうかを相談したりした方がいいんだって。こういうためにいっぱいあって、多分なんで、僕がね、いい人で話しても、基本は当事者がないので、話も聞かないし、すごく強い口調でやっちゃうと、僕は裁判で訴えられちゃうので、もしくは全額払うんだったら話になるの。今2月、3月、4月で4万、4万、4万で12万ぐらい払えるんだったら、それはいいんだけど、それはあまり得策じゃないんだけど、となると、一番大事なのは、生活センターの人も言ってたけど、向こうが書いた申し込み書なんでいるかを持って区役所に行けば、その区役所の法律の人が今回はちゃんとアドバイスしてくれるから、それがね、間違いないんだって。多分その会社も法律事務所に相談してる人いたじゃない、本人だと思ったらもう絶対請求してこないから、それに僕が言ったのは、夜ね、9時とか10時とかに何回も電話するっていうのはまず広いので悪質なので、これは止めさせなきゃいけない。でもね、要は法律区役所に行って相談をするまではあまり電話やっぱり出ない方がいいんだって。お金も払う必要ないし、電話も出なくていい。でもたまたま電話出てしまったら、今は区役所で法律相談をしていく中なので、法律を伝えなさいって。じゃあ私区役所行った方がいいんだ。これ予約取ってあげるから、予約なしっていうのを知らないので、今は特にコロナだから会ってくれないので、だからできるのに俺連絡するから、何曜日の何時って予約するから、申し込み書と向こうの名刺そのままいて、できるの？時間ないので、俺がその名刺に電話して、その名刺は一番最初の お姉さんの名刺、全部全員最初はこれ、ね、それがお店にあるから、その窓口はあまりその日本語がそんなちゃんとしなくてもいい外国人向けの窓口を紹介するから、一番分かってないのは、弁護士って法律の事務所をこうちゃんとしたところに話をするかしないと思って、でも俺怒られちゃったよ。契約者じゃない人がそれをやるとぐちゃぐちゃになっちゃうんだって。向こうは代理人に全部できるかなと思ったり、こっちが強く出ちゃうと向こうは裁判を起こしちゃうから、ごめんなさい。だからね、一番間違いないのは契約書
だけどその最初のお姉さんの店にあるからそれ後で終わりに行く。あとあの全部の種類ここにある。あまり持ち歩かないわよ。これね、本当に区役所に行くときだけ持ち歩けばいい。なくなっちゃったら大変。欲しい。これは仙台の人が言ってたけど、これは悪質だって。マリーはあの被害者なんで、あの普通に毅然としていいわけ。あの約束が違うからね。約束違うし、この文書に書があるじゃない。あれはね、日本で言うと契約書に該当するんだって。みんな契約書を結ぶじゃない。契約書は省いてるから。結束する。彼らは申し込み書が契約書だと思ってる。それと電話で話して消費者庁もあの MSS ライトのあのやつをちゃんと見て話してくれたから、本当に消費者庁はもうプロデューサーの事情が悪質だけど、必要に応じてこれからあのあまりにもひどい対策があるから、もう俺らの味方は消費者庁です。国がもう味方についてるから。今まではちゃんとその区役所に ある資料をちゃんと話してるけど、1円も払う必要ないから。俺が考えたのは、向こうが何が7000円だったら払えるっていう。最初来たんだよ、6600円。最初一番最初来たから、ハガキでもね、ペアクションに行って、俺そんなの行くときに感情的になっちゃう、絶対ダメ。でもハガキ来たから6600円、だから払ったの。そうこれね、大事なのはまずは部内者だから、弱い立場なんで、あまり強く言うのはあまり日本では良くない。結婚これね、どっちに行く、品川区役所か港区役所。じゃあ違う区役所の方。何回目か。遠いんだよね、大井町から歩いて。そう、10分ぐらい。でも慣れてますね。本当。じゃあ品川区役所にしよう。一緒に行く？時間があればね。俺が隣で聞いててあげるから。一緒に行くんだから港区役所がいい。そしたら営業局監修も一緒に行くから。でもね。あれは別のところだから。ネットキャッチャーと最初近いから。あ、じゃあ、やるの。いや、どういいのよ。やるやん。これはハラミかな。なんかハラミみたい。あ、さっきハラミは一番最初。おいしい。おいしいわ。やらかい。Hello. Hey, how's it going? Manood lang kayo. Matakaw ako kumain. Manood lang ka. だからこの話はこれで終わるけど、俺の心配ないよ。捕まんないね。捕まるどころか向こうが強く出てきたら、マリは砂原さんだっけ、砂の子にお酒サービスしたでしょ。お酒、そう。それは俺は内緒って言ってたよ、あのお姉さん。仕事なんだからって。いや、向こうが強く出てきたらそれを俺は請求するから、20万円。お前らが
4万、4万、4万、12万請求してくるんだったら、こっちは20万請求したらどうするの？どうだってなるわけ。ちょっと上見ろね。向こうはね、どう、上がりくれ。ちゃんとした企業だから、10万、20万で争いたくない。だけど、出方によっては、いくらでも手がある。こっちは身体的に苦しんだ。それはね、俺は医者で起こして100万でもいいと思ってる。1ヶ月20万。100万。それで菅原さんにお酒を提供したのは、プラス20万。で、120万の請求したんです。日本はね、12万円の請求だけど、こっちは120万だもん、こっちは。そしたら多分やめるね。やめるよ。そういうやり方もあるけど、それは最後の手段で、今はまず順番は法律部屋の人に行って話をして、そうすると部屋の弁護士もみんな我に味方になるわけだ。だから、失敗心配するんです。もしかしてまた生き返らないね、死ぬ目の人も行きますね。もう難しい話は終わる。難しいわかるんだけど、自分でそれやるんだからできない。できません。例えば結構日本語はわかるけど、日本からは理由できません。だからね、一回区役所に行って話をすることは大事です。嘘で気をつけて、ね、これついちゃうかも。何にも怖くないし、何にも心配ないし、全然電話来ないんだから。顔でかいよ、顔でかいよ。これは電話来るよ。今休みでしょ、この前電話来たけど。今休みだね。多分来月からうちは、今のオフィスでは2つあったのよ。まず先に法律相談、もう一つは水戸銀行を振り込み回線を停止させること。だいぶそれはこの間木曜日と金曜日、もう今500円になってる。全然違うのよ。今引き出したって、次のお金が160万に繰り込まれるかもしれないじゃん。だから銀行行くねんよ。もう、NSD だったら、引き落とされないようにすればいいのだけの話。その手続きは簡単なのよ。その人から、振り込みの額を見せて、この名人からの振り込みはストップって言えば、それで終わりなのよ。自分が銀行行くんじゃなくて、お金を下ろしちゃダメよ。水戸銀行はすごいちゃんとした銀行だからね。絶対下ろされないから、ちょっと言えば、この NSS 代表から毎月4万円ぐらいの引き落としがあるかもしれない。これをね、ストップしてくださいっていう、それだけを。それをやってても安心なんだわって。私、銀行行こうかなと思って、で、銀行に行ったら、この会社はストップして、私、自分の銀行なんだから、これが疲れして、もうやめてって言うならば、できるのかな。だから次銀行にいたらどうと思う。銀行、水戸銀行、そういうハンコに入ってるやつのは見せたら、この会社はミストしてください。わかりましたってなる。今やらないと、マリが銀行に行ってお金を下ろせないというタイミングで向こう引き落とすことになるよ。危ないよ。日本じゃねえけど、あと入ってますけど、現金の持ち歩いちゃダメ。持てないよ。だって180万下ろしたんだろ。違う銀行に入れた。あ、すぐ入った。下ろして違う隣の銀行入れました。
大丈夫、そこないから、そこないよ、話しよう、どうだ、じゃあ焼き方、お兄さん来ないからもう大丈夫だよ、ね、これそうか、お兄さん忙しくなったよ、マリー、その話はまた後でメールでするからね。OK。ありがとうございます。だけど後で、まあ、また延長じゃん。延長事態宣言。11日までって言われたじゃん。その後はまた延長でしょ。またお店になるじゃん。だから後で名刺取りに行くのも、その NSS のお姉さんの名刺。あ、おい、それは大丈夫。金曜日じゃないと連絡取れないので、区役所に予約取ると、来週 の、 木曜日に来てくださいとか、日にちが、ね、月曜日以降だから、今日とか明日じゃない。あ、じゃあ、行く前に取りに行きます。今日じゃなくて。すごい。あ、すみません。ありがとうございます。マリは被害者なんだけど、仕込み書っていうのがあるから、向こうが電話してくるんだよ。だけど、日本の契約は電話でも言葉でもできる。だけど、マリが解約払わないって伝えても、向こうが同意しないと成立しないんだよ。これは日本の法律。電話でも何月何日に誰が解約しますで払いませんって言ったら、意向が分かりましたって言った時点で契約が成立するから、もう一切請求書は来ない、法律的にはね。だけど今回の場合は向こうね、納得してないのよ。払いませんって言うじゃない、向こうが何でですかって払ってくださいって言うだけなんで、全然噛み合ってないからね。これはね、大事なのは被害者から、ああ、そうそう、大丈夫、弱い立場にならないよ。悲しい、悲しい、体苦しい、家賃で助けてくれるから、ありがとうございます。違う、なんでかそれの気持ちあるのは、日本語があんまり弱いから、そうそう、男だけに日本語は強いけど、このことのはちょっと私が日本語弱い、正しいじゃないんだから、自分の日本語、だいぶ日本の契約書分かってる、分かってる窓口を俺が予約する、ありがとうございます。こちらお呼びしてもよろしいですか。大丈夫、大丈夫、はい、食べに、だってさ、焼いてくれたのはいいんだけどさ、話もちゃんと丸ボケになっちゃった。あ、なるほど、すみません、失礼しました。だから、大丈夫、大丈夫。あ、お願いします。大丈夫。よく分かった。話も夢中にならないと。すごい人気高いね。あ、ありがとうございます。あっちゃんってこう。あっちゃん。あ、英語、英語。あ、そうです。多分ね。あ、そうです。あ、本当ですか。あつ、あつしか明らか。あ、でも、スーパーついてるから、あつしが。先生。すごい偶然だね。偶然、偶然。お、頼むよ。はい、頼む。じゃあ、じゃあ、あ、すいません。美味しい、デリシャス。ありがとうございます。あっちゃん、あっちゃん。あっちゃんダブル。あっちゃん、今フィリピンに繋がってる。あ、本当ですか。私はね、ブローガーで、世界中のブローガー。本当ですか。ブローガー分かるもんね。あ、分かります、分かります。ブローガーやってるでしょ。あ、やった。このね、新橋店のあっちゃんは、今、世界に発信して
あ、まだですよ。後で見ると美味しそう。ヒーローのマークは自分ぐらいしか辛いよ。何悪いこと。あ、ごめん。あ、そんなことじゃない。お腹は悪いよ。ね、もしかしたら。お腹は悪いかもしれないけど、心はピュア。ピュアねよ。顔怖いけどね。だから正規したいのよ、自分の顔。はいはい。だってこれもあるし。はい、じゃあ、どうぞ。成長する前によ。お薬取ったりさ、それがいいだけ。それやったじゃん。この間ね、友達ね、あのテレビ電話。初めての友達。どうしたの？あ、マリママね、ここほくろあるね。あ、ほくろあるんです、これ。でも、他の写真見たら、なんかここほくろないんだって。あ、これ生まれたほくろ、最近。だってね、あの、なんていうの日本語でこれ、あの、あ、日本語あるんだもんね。いろいろな、出来物。出来物とか。出来物と言えないじゃん。恥ずかしいよ。あ、もしかしたら出来物できたのは、あまりは汚いかな。どうかの体が病気があるかな。大体そのそういう問題。体の中でどうか悪いところで、だから出来物ができたの。そうじゃない。違う違う、多分ね、幸せの前兆なんだって。美味しすぎるよ。何が？あれ、これからいっぱい幸せが訪れるのお金がいっぱい入るから、そうする前にはあの何が起きるの。ああ、わかります。だけど、そうそうそう、今しめ あんまり調子のない普通を頼んで、そうそう、出ないとダメなんで。だからこれ、このぐらいならば別にいいけど、重い病気とか、殺されるとか、ひたこりとか、嫌だなんだけど、このぐらいはいい病院があるから。そうそう、そういうちょっとした、ね、心が大事。俺、最近ね、でもよくわかるね、私幸せなことばっかりが起きてるから、俺危ないのよ。でもこれ、来る？え？来る？何が？いっぱい来る？いっぱい来てる？じゃあ今日はあの割り勘でしょうか。帰ろう。お前の中に呼ばれなかったら違う、冗談。でもね、本当はそういう話なんですよ。多分そういう話は正解の正解。必ず他に来るのは何か来るの。だからそれが怖いのね。怖くない。だっていっぱい来るわ、まだ来ないんだ。いっぱい苦労してるからな。いっぱい来るわ、いっぱい来ないのに。来てもまた出すじゃん。自分のものだから。僕はさ、はい、何？休養とかしなくても、お客さん入ってくるからいいじゃん。あ、そうですね。いいですね。ところがね、マリの店は休養したらお金がなくなっちゃう。あ、もう何でもないよ。今ね、3ヶ月は家賃滞納してるんだよ。本当ですか？だって収入なんだ。あ、そう。これ広いだろ。だからさ、少しサービスして。ちょっとアルバイトなんで。アルバイトなんだ。こっちかけないの。いや、いいじゃん、いいじゃん。気持ちだけで十分だよ。あっちゃんの気持ちだけで十分だ。これ気持ちだよ、こんなサービス。ああ、ありがとう。ね、はい、あっちちゃん、悪いことこっちもいい。はい、おいしい、おいしい、このキムチもおいしい、ね、あとさっきの柔らかいのやつの、なんか口に入ったらすぐ溶ける。はい、おしぼり、タワー、日本語でタワー、タワエル。見てる人いるよ、世界見てる。マリとさ、最初にここに来た時あったじゃん。あ、そこで。端っこでさ、あの時にお肉美味しかったけど、やっぱりこれ変わってたじゃん。あの時焼いたのは、お姉さん。すごい特徴。あとね、あの時はね、仕事終わって後。
通訳終わってね、美味しいお肉は、はい、まあ戻ってきたら戻ってきました。開けろお前ら、どこ行くか帰ろお前ら、僕も忙しいっすか、開けろこれよ。開けろさ、お前来ないもんだからずっとホルモンが、あ、そうです、ごめんなさい、すいません、いいんだけどな、これちょっとホルモンに名前つけたからね、お前タケロって、タケロも出した名前覚えちゃったじゃないですか、タケロ焼きすぎてるよ。でも私は取っちゃったよ。さすがです、さすが姉さん。お、じゃあ召し上がろう。あー、やっと落ち着いたの、幸せです、ハブライ、もう一杯、もう一杯、おっきいサイズ、私も、あ、おっきいサイズ2つ持ってきて、だけど俺、でかいすぎるね、注射器もありますよね、お腹から見ると、注射器も、お腹から見ると、お腹はこれちょっとね、あ、これビールじゃない方がいい、ビールはいいけど、ちょっとでこんなでかいグラス見ると誰食べられたら、あ、お姉さん飲んべだね、あの、あ、おしゃれ、お前飲んべだろうか、おしゃれのオーナーに見えないじゃん、これから、これから、これで見ると、お前こないだの夜何杯飲んだよ、まあ、4杯、嘘つけ、お前4杯、あそこの店でも4杯だから12杯いくら払ったの、ごめんなさい、あ、言わないで、危ない、シーズン止まるから今回は私、この中に出てるから、今回は私、ハッピーライフね、マジヨッさん優しいだからね、ハッピーライフ、この間ご団体行った時はちょっと反省してるみたいね、何ね、俺ね、新橋よりもボタン太の方が俺で、あとで定期があるから、ボタン太からすごく行きやすいんだけど、なんでボタン太までまた乗り換えあるんですか、これね、六本木行きたい、これ恵比寿で乗りたい、あー、めちゃくちゃやね、だけど定期がそこで買ってるから、うお、ちっちゃくなった、ちっちゃくなったね、なんでこれ中、これはショーだろう、いやいやいや、中です、本当に中だろ、ちょっと大きすぎた、中はもっとちっちゃいな、そうです、600円ですね、うるせえお前、俺は同じだそうか、うんだ、これ、さ、これ大じゃない、これは特大なんだよ、いや、その後まだあるんじゃない、あ、あるんだな、これ飲んであげようか、これ飲むよ、これいいよ、飲んで、かっこいい、かっこ悪い、これの大きなグラスから男から飲むとかっこいい、女からね、音から見るとどうと思う、違うでしょ、なんかね、あんまりそんな気にする人いないと思うよ、なん結構ね、マリね、まあやっぱりね、私はあの飲んでなんだから、音から見ると、あ、ママは、まあまあ、マリね、おしゃれの女じゃないね、男ですよ、男だって、あの胸は、男気持ち強い、だから、彼氏ができないけ、彼氏できないんだと言われてる、わからないけど、あ、マジそんなことないよ、私のかな、え、私のかな、あった、女子さんも強くなってるんでしょ、最近弱くなった、私がいいよ、ダメなんだよ、7年以上、ないのに焼けたね、だってそれ、立てなくても、お食事がラストオーダーなんです、あ、ラストオーダー、はい、なんかおすすめのご飯物、あ、あとでいいか、ここはご飯いらない、大丈夫ですか、あの、ラストオーダーなんで、お食事最後なんですけれども、ラストオーダーということは、何でも頼めばラスト、まあ、そうですね、お食事、あの、お肉で柔らかいのは、なんかさっき食べたらすごい美味しいのあったんですよね、飲み物もラスト、飲み物はまだ大丈夫です、
美味しいお肉あったんで、結構大きめにした。じゃあ頼んで、あのね、頼んで、で残ってもそのままでも。なんだっけ、どうすかな、ヨタンかな。マリレバー食べたい。マリ系でした。レバー、レバー。どこにレバーある？人間、あの、あっちゃんのレバー。難しい。ああ、レバー、レバー。新鮮レバー。お、いいな。おいしいやつ。はい。うん、レバーレバーレバーこれ、さっき柔らかいのあったんだよな、何だっけ、うっさだ、やってみよう、どうしたから、はい、締めのメニューとか大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。何だろう、何だろう。野菜食べばいいじゃん、野菜。次の店食べよう。あ、そっか。次あるんだ。おしゃべりでお店上野で飲んでてね、マリに会いたくなったの、会いたくなってメールして、これ五反田の駅で、電話したじゃん、無理に来てもらって、その時に女の子ジャスティンが今日遊んでたんですけど、お母さんがいたの、でお母さんが、ね、マリンと会いたいんだって言ったら、電話したら待ってくれたんだよ、話してたよ、英語で話したの、何話した、あ、初めての男と会って娘と一緒に遊んでて、それと私はできれば来てほしい、話してみて、でそれで今の男一緒にいてるのはどういう男は、どういう関係とか話してほしかったのって、あ、なるほど、だって初めてだから、どういう人、心配なんだろうな、そうそうそう、心の中で心配だから、じゃあどこに、どこのところにいてるんですか、でもわからないじゃないですか、なんとかなんとか、ふりあいなんとかの場所、じゃあふりあいわからないけど、ふりあいってどこですか、川の近く、で、川見たところは何が見えますか、何が見えてるとか、それで教えてもらって、ああ、じゃあそこの場所わかるから、じゃあすぐに行きますよ。初めての男、娘と一緒に遊んでる、でどういう男は知らないから、アイリン、お母さんで、あともう一つ、アイリン、お母さんね、それでアイリンのお母さんは、あ、私来たらできれば話、どういう人、私もじゃあすぐに行きます、私も今何もしてないから、でも私10歳なのでシャワー浴びてないから、ごめんなさい、ノープロブレム、問題ない問題、じゃあ大丈夫だね、じゃあすぐ行きます、マリはアイデントあったじゃない、俺はあのジャスンとか酔っ払って言ったけど、少し仲良くなった、全部食べた、アイリンと、うん、あ、またメールが出ましたよ、昨日、あ、よかった、大丈夫です、これね、ジャスンね、外人の気持ちはどこの国でも日本の中で大事、どこの国でも多分気持ち
近い。同じだろうね。そう。心配とかはもう。多分それがありますよ。そういう気持ち。今度メール入れてて、あのもう一回のジャスティンと、そう、そう、だからね、これね、あ、そうだよね、俺犯罪者みたいな感じになっちゃうけど、そうだね、危ないよね、あー、買ったのよ、これね、マリに会いたいと思って、ボタンタの駅で、そうだね、4人で会ってばいい、そしたら、女の子がブレイクダンスを踊ってたの。ねえ、お前、分かったんですか？かわいい、かわいい、かわいかったのよ。かわいい、かわいいって言ったの。かわいいですね。で、かわいい、かわいいって言ったら、あの、寄ってってくれたりさ、あの、うちも3キロ取ったゴールデンウィークでね。もう、飲んでる人たちもいたんだけど、失ってる人たち。あんまりかわいかったんで、あの、コンビニ行って、あの、幻のハラミとレバー、こちらも駅近いです。はい。こちら。わあ。もうちょっと網が伝わってから。ダウンブルー。火ないです。火がないです。手前だって、あっちゃんと話す時間ができたわけだ。ああ。ああ、最高だ。もうちょっと待ってね、はい、あったんとしてはもう勘弁してくれっていう、そういう、あのお前たちがだけがお客じゃないのあいにはしょうがないんだよ、もう筋からやってて、まあでも、あのそれとしてはこの双子のあっちゃんに会えたのは最高なんだよ、今日はなかなかこれだしね、しもめっこれは世界に発信されるからね、このあっちゃんちょっと挨拶してみや、あっちゃん、あっちゃん、あつやだ、俺があつやだ、 His name is あっちゃん from Japan very handsome boy恋人募集とかしてガーナとオシャのゲームね恋人いるの？いないよね、あんま世界中から来るんですねあっちゃん恋人が欲しいって言ってそうですね、まあ、恋人欲しいですはいなんかあの同社のゲールフレンドかやっぱらさ inyo なこせのめぐすとも銀あそうあのジャメイシお願いします大丈夫英語できなくてもねかやこせのめぐすさ inyo なもぐすともマカロナボーイフレンドえとしてあっちゃんなんかあの同社のゲールフレンドkontakin niyo lang ako at pakikilala ko kayo sa kanya. Nansay dati? Ako 19 years. 19 years old pa lang daw siya. Oh my god. 19 years old. 19. 19. なんでこんな身長で？いや、わかんないですね。何食べてるの？いや、剣道やってました。かっこいい。剣道か。はい、剣道だよ。マジでごめん、マジで言ったんだ。19 years old? わらんがんね。変なとこついてんじゃないだろ。わらどうしたんげーってね、がんしたんげー。おしに何？日本語あんまりわからないけど、今出たの日本語わかる。スモールイーブンまでわかる。でもね、あっちゃんすごいね。はい。あっちゃんすごいね、本当に。あっちゃんね。すごい。はい。どこの大学？あ、僕専門学校行ってます。専門学校？何になるの？はい、僕将来は建築士です。建築関係か。はい。建築士、あの建築事務所を持つよ。設計をやりたいです。ああ。俺もね、建築関係です。あ、そうなんですよ。だけど建築じゃなくだけじゃなくてな、今土木施工管理の建築施工管理一級全部。まずね、その資格を取り切っちゃうこと、そうするとね、何があったってどこでも建築がいないから、まずはでも、あの一つ、どこ要因かね、あの頑張ってみること、
必ず、あの、芸能人って、きれいめな気がして、行くときはうまくなっても、必ず、狙ってるのは大手のコンサート、山下とか、佐藤とか、まずそこに入ってんだろ、はい、OK。俺にはこっちなんだよ。俺はお前のことは、たぶん、アツヤだろ。アツシ。アツシだろ。アツシ、アツシ、アツシ、アツシ。頑張れな。はい。お前だよ、仕事できるやな、最高だよな。あっちゃんのお父さん同じ名前だから、あっちゃんやん、あっちゃんオールド。これはね、あの設計事務所の人間じゃないけど、そこの人間に仕事を委託してくれる人間なので、だから、いっぱいしてるわけよ、はい。立場的にはベナグオサンバナのコンパアのアンガングリスコさんプロセッシングなバギビゲーナアユーダさんデートさあみたいな応援的なのでね、大丈夫大丈夫です。力を加えることだよな、これ今日洗濯して掃除機に行ったからかわいいね、あれじゃんね、確かに分かるから、これからの人、そう、もう終わったし、日本の未来、これから日本の建築を背負っていく人間だからね、ちゃんといいことを教えてね、あーちゃんで、いい人見つけて、でもね、若い頃みんなどんな人間でもこういうバイトをして、生きるのよ、気持ちを、その後本気の仕事に向き合って、すごい人になるわけ、これをやってない人は全然ダメなの、その気持ちが分からないのよ。その気持ちが分かるか分からないかで人生左右されるから、はい、この後ね、会社入ってからもいろんな壁があるの、はい、その時に助けてもらえる人が何人いるかで決まるからね、はい、圧は大丈夫、はい、お前だったら大丈夫、ありがとうございます、自信持って、はい、自信持って前向き、はい、絶対大丈夫、自信持って前向き、頑張る、どうもダメ、うろうじだけ知られなかったら確かにだけど、俺多分間違いないと思う、はい、マネラーラセミコマサーボ、やばい、こんな俺抜けてんの、ビデオドラマして最高だもん、人生見てる楽しいね、このハッピーライフダウン、アクスの目を見れば分かるよ、ね、いい目、息子になりたい、子供になりたい、息子になっていい、死んでなかった、それはそういうことですよね、死んでる、死んでる、これ目の眠りがないよ、私ラブだから、はい、男オーナーハブじゃない、男オーナーハブじゃない、あ、大丈夫です、ハブの意味はいろいろあるから、あとな、人生苦しんだらマリがやってるカラオケスタジオがあるから、あ、そこに行ったら自分も商売やってますよ、ありがとうございます、自分商売もやってますよ、ありがとうございます、だけど今ね、緊急事態宣言、あ、そうクローズ、今休業してるから、今ちゃんとの兄弟やらないよな、もうこれね、大阪の双子の兄弟でやってる店なんですけど、考え方が斬新だよね、そうだね、これはね、革命を持ってやってきてやる、すごい、これはね、みんなね、大阪の発祥の、大阪の双子兄弟で始めた、韓国系の
二人兄弟なの。ああ、だから双子だ。ああ、なるほど。はい、だって不思議だよね。なんでバスで名前は双子かなと思って。もうその二人のあれが、まずはお店の人に元気を。元気。二人と同じ。本当はね、コロナじゃなかったら、コロナじゃなかったらね、みんなでこう、あの、ハッピーだお店なんよ。あちゃん、ハッピーライフ。ハッピーライフ。ハッピーライフ。ライフイズワンダフル。もう待ってるからね、仕事。なかなか場をおかしい。仕事中だからね。ちょっとね、恥ずかしいだけど。あちゃんもういい？そろそろ。ってお待たせしてあちゃんもベリーベリーカード。Very kind. Kind of them, ね、皆さん。多分ね、みんなね、何かあの答えしてるのはいっぱい長いんだよ。今見えてないけど。何か言われてる見えないじゃん、私。後で見る。あの男は何番？電話番号お願いします。今見れない。忙しい。よし。わあ。あれのペースが上がってきたよ。あのんべで。2つ。はい。あの。あんばいっぱい。はい。シールメグスカイアーチャムのマグニカペンパルオカポンパルオ。gusto mong makakilala siya, please, sabihin nila sa akin at ipapakilala ko sa inyo. So, siya, ang pangalan niya ay si Atcha. Totoo, Atcha na yata, Nico Santino. Oh! Nico, yung tiktok niya. Atcha, suto sobrang iro. Kung ano, sa'yo sa para, edite ako sa'yo doon ba din. Oko ka din. Sobrang iro. ここすごいの大サービスにもちゃうもうこれかぶってるのあの先のお兄ちゃんもね、うちこいたら大サービスじゃないね悪いけどあれ今ね俺の悪いことしてるから俺のね、悪名を知ってるからあとね、もしかしたら偉い人が見せるね、ここのレバーが来ましたよ。これね、やっぱり焼きすぎると落ちないし。私はあのレバー焼くのは下手。大体ね、どっちか硬いか生。このレバーは多分生でも大丈夫なんだよね。いや、まあちょっと危ないですね。危ないじゃん。美味しそう。本当そう。だんだんかよ、ステイチューン。みんな見てる。食べるたい、ホペ。ホペ食べるたい、ダメ。ぴゅんぴゅんだね、ぴゅんぴゅん。ホペなんかね、触らせる。ホッペンで触りたい。あ、頑張って。今ね、放送禁止用語を言おうとしたから、ちょっとあらあらね。美味しい。美味しい。介護会。見たら、ね、あちゃん、私は何歳と思いますか？120ぐらいだね。多分ね、何このお姉さんいてならある年が聞かれてる。
多分ね、あんちゃんは私の息子だよ。19歳の私の娘はね、Delicious. Oh, ここまでいいんじゃない？はい。Yeah. あんさら、おいしい。Okay, come on. じゃあ、ありがとう。Okay? Okay. Yeah. このまま食べる？はい。このまま食べる。こちらも、こちら。こっち？これは何？レバーだね。いや、あの、カレー。私はあの、あまり焼かない方がいい。カレーの違いはあるんですか？こちらはポン酢だれです。こちら？こちらはつけだれです。あっちゃん、これあのレバだからやっぱりあまり焼かない方がいい。ここの後入れて。おすごいね、あっちゃん。大好き。ありがとう。マジでレバー大好き。2年生とかで結構して。ちょうどいいよ、それ焼いてやると。中はジューシー。やっぱりね、新鮮と味違いますね。マリも料理できるよ。レバー。あの、焼肉じゃないけど、焼肉のレバーじゃなくて。マリはさ、そう、食べさせてあげたいの。俺の好きなのはガーリックライス。テレビ料理じゃないの。クスドニョコマイナスにガン変でなまんだよ。あのあれはガーリックライスは違うの。だからガーリックライスはあるんだけど、ただね、日本のご飯違うじゃん。だからガーリックライス作ってもご飯のは違うんです。ということはガーリックライスというのは、あ、タイ米のご飯、どっかのもっとの、あ、アジアの方でのご飯じゃないとチャーハンは、あ、美味しく出ません。日本のご飯パサパサペタペタじゃない。それチャーハン作るなら味が違います。プロフェッショナルの人のチャーハンを作るのは美味しいんだけど、でもね、日本のチャーハン違いますよ。でも日本のチャーハンも美味しいんだけど、ただチャーハンということは、あ、コンビが違います。でもね、でもね、本当に日本のチャーハンはね、プロフェッショナルのお店でチャーハン出るならば、あの、ペタペタじゃないの。うちはね、作ったんだけど、日本のご飯のチャーハンで作って。え、なんでこれ違うよね、あの、チャイナタウンとか、あの、日本の料理屋さんのチャーハンと違うの。これ食べるとき、みんな崩れてるよ。
わかります言ってるの。わかるよ。あれね。どうやってそんなのあるの。簡単なのか。何が違う。いや、いや、冷たいご飯。あ、当たってもいいんだけど。何日か冷蔵庫のパラパラの美味しいチャーハンは最初にご飯に溶いた卵をかけちゃう、あの新しいご飯の、それから炒めるの。え、それがもっとペタペタになるんじゃん。サラサラ。本当に。え、ほてきたやつご飯で、あの卵入れて、最初にお肉とかお野菜入れて、ご飯はあの最初に卵をやるじゃない、家でやるだけはご飯にまず卵を入れて、これでからジャーッとするとお店のサラサラチャーハン、サラサラだから。すごいサラサラなの。ベタベタなの。絶対ならないの。日本のご飯でチャーシュー作るときに、これ作るだ。おいしい。はい、じゃじゃなっちゃうでしょ。最初サラサラだ。どれ？ね、これ一番簡単なもの。だね、最初に卵を入れるだけ。あとはじゃあ。食べ物だ、そうだ、はい、食べましょう、飲み物持たないでしょ、飲み物もいいや、もう大丈夫ですか、こちらで、こちらでよろしいですか。美味しかったよ、タケロ。いや、また来てください、お兄さん、結構久しぶりぶりっすよね、随分前じゃん。これは、あの、千葉ちゃんっていうじゃないですか、そう、いろいろ話したのよ。あ、そうなんですか。なかなか見ますけど、今日はいい。グッバイ、エブリバディ、パアラムナクサインヨカセ。Tapos na ang yakiniku party namin ni Onichang na nagtuturo sa akin na kung paano gumawa ng ayuda dito sa Japan. So, I want to say, stay safe, good health, and happy life, everybody. Ang haba na ng inyong pinanood, isang oras na to. So, I want to say goodbye. Siyo si Koreate. Happy life! Goodbye everybody, this is Dragon Sasori. Stay safe, good health, and enjoy. Bye bye!